人怖。これは俺が一人暮らしを始めて間もない頃、真冬の寒い時期に体験した話だ。その日は居酒屋のバイトで残業もあり、遅い時間の帰宅となった。かじかむ手に、はぁと息を吹きかけ、ふわりと立ち上る自分の吐息にぼーっと目をやった時だ。目前に自分が住んでいる2階建て木造ボロアパートがあるのだが、2階へと続く階段の入り口付近に人影らしきものがあった。目を凝らしよく見てみるとそれは、女？それはコートを着た若い女の姿だった。タバコを片手に階段に腰掛けている。住民か？見かけない顔だと思いつつアパートに近づく。街灯に照らされた女の顔がよく見える。歳は20代。きつめの化粧に高そうなアクセサリー。一目見て水商売系だとわかる。少し緊張した面持ちで軽く頭を下げ、女の横を通り過ぎようとした時だった。お兄さん、タバコ、どうぞ。え、あ、いや。突然女にかけられた声に戸惑っていると、女はそれを見透かしたように怪しい笑みを浮かべ、俺の返事も待たずにタバコを一本差し出してきた。一度は躊躇したが、よく見るといい女だし悪い気もしない。照れ隠しに会釈し、そのタバコを手に取ると、女は慣れた手つきでタバコに火をつけてくれた。なんだか妙な気分だな。なんだか気恥ずかしくなり、再び女に会釈すると、俺は足早に階段を上った。ここの住人だったらいいな。などと淡い期待を抱きつつ、2階のエントランスに足を踏み入れた時だった。あ！寒さでかじかんだ指先から、さっきもらったタバコがこぼれ落ちたのだ。しかも、排水用の溝に。落ちたばかりのタバコに、溝に溜まった水がじんわりと滲んでいくのが見える。ああ。諦めて部屋の前まで行き、ポケットから鍵を取り出す。その時だった。何か違和感を感じた。普段なら何も感じないが、何かいつもと違うのだ。あ、ポストだ。扉に設置された簡易ポストに溜まっていたチラシがなくなっている。いい加減片付けなきゃとバイトに出かける前に確認したのを俺は覚えていた。なぜ？疑問に思った俺が簡易ポストの蓋を何気なくめくったその瞬間。なんだ？匂いがした。普段嗅ぎ慣れない異臭。でもよく知っている匂いだ。その瞬間、俺の体は凍った池に飛び込んだかのような寒さに包まれた。真冬の寒さによるものではない。これは恐怖から来る寒さだ。血の毛が引き、思わず膝が崩れ落ちそうになる。ガクガクと震える足を必死にこらえ、俺はとっさにさっきのタバコを落とした溝に駆け寄ると、タバコを拾い上げ、必死に遠くへと放り投げた。そして携帯を取り出すと、震える手で必死に番号を打ち込んだ。規則的に繰り返す機械音を耳にしながら、さっきの女がいた階下に目をやる。女は、いない。が、ああ、くそ！くそ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 ！ドドドドドド！女の怒号。
走り去る激しい足音が真冬の夜空に鳴り響く。どうされました？どうされましたか？唖然とする俺の耳元で、いつの間にか携帯から男性の声が聞こえていた。消防署の方ですか？そう一言返すと、俺は力なくその場にへたり込んでしまった。その後は、バタバタだった。電話で消防士の方の指示に従い、あっという間に朝を迎えた。そう、俺が電話した先は、119番だった。あの時匂った異臭の正体は、ガスだ。匂いに気がついた俺は、水に浸かったとはいえ、万が一と考え、タバコを隣の空き地に放り投げた。もしあの時、何も気づかずにタバコを吹かしながら、扉を開けていたら。あの後駆けつけた消防士の方と、警察の方とも話したが、ガス漏れではないかと言われた。だがあの時の女の行動は、何が何でも怪しかった。ただ、俺はあんな女知らないし、会ったのも初めてだ。なのになぜ、俺の部屋を知っていたのか。なぜ部屋に入れたのか。どう考えても、思い当たる節がない。警察にも話したが、それが本当に女の仕業なのかも疑わしいというような扱いを受け、結局は、その後事件の進展は何もなかった。ただその後一つだけ、俺には思い当たる節があったのを思い出した。いや、思い出したくなかったのかもしれない。実は、俺は親父を事故で亡くしている。出張先のアパートで、ガス漏れが原因の火事だった。偶然、だよな。一コは、二。晩秋の澄んだ空気の中で、山の木々が赤く山化粧していくさなか、私は10年来の付き合いである猟銃会の友人と鹿狩りに来ていた。互いに無線で連絡を取り合い、獲物を追い詰めていく。足跡だ。お、いたぞ。川上から迂回するから、挟み撃ちにしよう。無線から聞こえる友人の声。首から引っ下げた双眼鏡を手に取り覗き込む。前方の川上に猟銃を構えた友人の姿。そこから少し下った川下に大人の目近の姿が確認できる。早足は厳禁だ。三歩進んだら歩みを止め、獲物を確認しつつ、また歩を進める。適正な射程距離まで詰め寄り、物音を立てないよう細心の注意を払いながら、猟銃を構える。感覚を研ぎ澄まし、神経を集中させる。照準を合わせ、引き金にそっと指を添えた。深呼吸をし、息を止める。それと同時に、一気に引き金を引いた。重い金属音の衝撃が耳元で響き渡り、指先から全身に反動が伝わる。残響する破裂音。木々の間から無数の鳥たちが、慌てふためくように飛び立ってゆく。狙いを定めた照準の先で、獲物がぐらりと揺れ動き、地面へと、ぶした。銃を下ろし、獲物へと駆け寄った。荒ぶる呼吸を整えながら、
倒れた獲物を見下ろす。外傷と容体を確認し、私はポケットからスマホを取り出した。ダイヤルをタップし、コール音が数回鳴った後に、私は大きく吸った息を吐き出すようにして口を開いた。大変だ。鹿狩りをしていたら、友人が目の前に現れて、流れ玉に当たっちまった。場所は、被害者の容体は。危機迫るような救急隊員の声が通話口から聞こえる。俺はあらかじめ決めておいたセリフをさも取り乱したような口調で伝えると、足元に転がる友人の死体を見下ろし、にやりと笑った。お前が悪いんだ。散々陰で俺の悪口を言っていたお前が、ずっと邪魔だった。ガサガサと音がし、不意に顔を上げると、先ほどの鹿が木々の間からじっとこちらを見ていた。俺は鹿に手を振りながら、こらえていた笑いを腹の底からぶちまけた。こと切れた糸。これは数十年前に亡くなった祖母の話です。当時私と妹は両親と母方の祖母の家に暮らしていました。祖父を亡くした祖母はすぐに痴呆症を発症し、孫である私たちの判別もできないほどの状態で、時折獣じみた雄たけびを上げるなどの奇行も見られ、私も妹も怖くてあまり祖母には近づけないありさまでした。そんなある日、祖母の容体が急変し、これ以上祖母が苦しむ姿を見ていられないと、両親と親戚一同の意見もあり、病院に延命を望まないことを伝え、家で皆で見守ることになったのです。医者も来てくれることになりましたが、電話でもういつ亡くなってもおかしくないと言っていましたが、私たち姉妹はその場の様子がなんだか怖くて、2階に引きこもっていました。お姉ちゃん、あの糸、なんだろう。不安に押しつぶされそうになりながら、部屋の壁にもたれかかっていた私に、突然妹が押し入れを指さしながら私に言ってきました。これ?首をかしげ、妹が指さす方向に目を向けると、そこには確かに妹が言うように、細長い白い糸が押し入れの隙間から飛び出していました。部屋は普段来客用の部屋でも何でもなく、押し入れには布団ぐらいしか入っていないはずです。不思議に思った私がその糸に近づいた瞬間、妹が、なんだろうね。無邪気に言いながら、その糸を手に持ち引っ張ったのです。すると糸はスルスルと押し入れから引っ張られていきます。母が裁縫道具でも押し入れにしまったのかな、などと思っていると、プツン。妹が手に持っていた糸が、勢いよく引っ張られたせいで切れてしまいました。ああ、ママに怒られ。そこまで言いかけた時です。ギャー!叫び声でした。しかもその声は、私たち姉妹がよく耳にしていたあの祖母の声。さらにその声がなぜか、押し入れから聞こえたのです。びくりと肩を震わせ、妹が糸から手を離しました。瞬間、畳の上に落ちた糸が、まるで生き物のようにのたうつと、蛇みたいにスルスルと部屋から出て行き、
海下へと滑るように行ってしまったのです。私たち姉妹は目の前で起こった一部始終に唖然とし、立ち尽くすしかありませんでした。その後、祖母の死を知らせにやってきた両親に、私たちは飛びつくようにして抱き、いつまでも泣きじゃくっていました。それから半年が経った頃です。ある夜、妹が私の部屋にやってきました。ねえ、お姉ちゃん、お願いがあるの。何？聞くと妹は昼間、どうやら亡くなった祖母の部屋に忍び込み、祖母が大事にしていた市松人形で遊んでいたそうで、遊んだ後に片付けた際、人形にガラスの箱をかぶせ忘れたかもしれないと、私に相談しに来たのです。それで、ママたちに見つかって怒られるのも怖いし、一人で夜におばあちゃんの部屋に行くのも怖いから、ついてこいって。少し意地悪そうに私が言うと、妹はしぼんでそのまま消えてしまいそうな勢いで肩を縮ませ、こくりとうなずきました。もう、わかった。ついておいで。妹の必死の訴えに根負けした私は一階に降り、妹と共に祖母の部屋に向かいました。部屋に入り、入り口にある電気の押しボタンに指をかけます。カチリと音を立て部屋が明るくなったのを確認し、私と妹は人形が置いてあるタンスの上に目をやりました。透明のガラスの箱は人形にかぶせてありました。なんだ、ちゃんとかぶせてあるじゃない。呆れた声でそう言った時でした。あれ？本当？あ！妹が突然声を上げたのです。寝ている両親に気づかれたらまずいと思い、私はとっさに妹の口に手をかぶせました。しかし妹はその手を勢いよく振り払い、人形の方を指さし、私に言うのです。お姉ちゃん、あれ？妹は目を見開き、なぜか声を震わせ私に言ってきました。え？何？慌てて言いながら、私が人形に目をやった時です。私の目に、絶対に見たくはないものが映ったのです。それは、人形にかぶせられたガラスの箱。その箱に挟まれるようにして人形から伸びている白い糸。あまりのことに私は声も上げられませんでした。おそらく妹もその場で凍りついていたのでしょう。まるで時が止まったかのように静まり返った光景を打ち破ったのは、あの白い糸でした。糸はあの時のようにスルスルと動き出し、人形に吸い込まれていくのです。いや、人形の中に糸が入り込んでいくといった方が正しいのかもしれません。糸がすべて人形に入り込んだ瞬間。ガシャン。人形は箱ごと畳に落ちて、ガラスの箱は音を立てて割れてしまいました。普通ならそこで両親に怒られると考えるかもしれませんが、その時の私たちは目の前で起こる恐怖の光景に完全に支配されていました。畳に落ちた人形が、まるで意志を持ったかのように、むくりと立ち上がります。いびつに曲がった首を器用に自分の手で整え、
私たちの方を向いています。そして、ゆっくりと、一歩、また一歩と、私たちに近づいてきます。瞬間、妹を守らなきゃ。強くそう思った私は、部屋の隅にあったほうきを手に取り、人形に向かって無我夢中で振り下ろしていました。ぐしゃり。と、鈍い感触が手に伝わります。同時に人形の首がもげ、畳の上に転がります。すると、今度はもげた人形の首のあたりから、あの白い糸が、にょろにょろとうごめきながら出てきたのです。限界でした。私たちは決壊したダムのように、ありったけの声で叫んでいました。気が狂いそうな思いをぶつけるようにして。気がつくと、私たちは騒ぎに駆けつけた両親に抱きしめられていました。両親はわけも聞かずに、ただただひたすら私たちを抱き続けていました。あれから時が経ち、妹も私も結婚して、一児の母として暮らしています。ですがそんなある日、久々に両親の様子を伺いに、妹ともども実家に帰省した時のこと。母からこんな話を聞かされたのです。祖母が亡くなった時、後になってやってきた医者が妙なことを言っていたと。祖母の死亡推定時刻が確認できなかったというのです。家族から聞かされた死亡時刻と噛み合わず、しばらくして医者は、それ以前に亡くなっていたのではと、とんでもないことを言い出したのだとか。もちろん祖母が生きていたのは、家族を含め親戚一同が確認していますし、祖母が生前通院していた病院の看護婦や医者も、祖母が亡くなる前の姿を確認しています。結局医者は、できれば死体を解剖させてほしいとお願いしてきたらしいのですが、親戚一同から猛反対を受け、警察も事件性はないからという理由で、そのまま火葬されたそうです。私はこういうことには疎くよくわかりませんが、一つ思うのです。あれは、あの糸は、もしかしてああやって、誰かから誰かへと、いいえ、もうこの話はここまでにしておきます。知ったところで私には何もできませんし、何かするつもりもありません。ただこうやって話せたことで、少し気が楽になったかのような気がします。あの時、妹と私が叫んだ時、駆けつけた今はもう亡き父の足元にあの白い糸がちらりと見えたことももうすべて話し終えた今は忘れ去りたい記憶ですから。アジサイに帰る少女。私は梅雨が嫌いだ。鬱陶しくつきまとう雨雲も、街を包むようにして降りしきる霧雨も、肌にまとわりつく不快で湿ったこの空気も、梅雨は嫌いだ。これはそんな私が高校2年の梅雨に体験した話。天気予報の微妙な数値に高をくくっていた私は、その日見事に傘を忘れ、泣く泣くびしょ濡れ確定で家路へと着いた。部屋干ししてあったタオルをつかむと、腰まで伸びた黒髪を一気に吹き流す。はぁ、湿った空気が部屋の中を漂う。
私はそれを解放させるかのように庭へと通じる窓を開けた。縁側に腰を下ろし、外に目をやる。植えたばかりの花壇に紫の色を鮮明に濃くしたアジサイが咲いていた。そしてその上に一匹の小さなアマガエルが雨宿りでもしているかのように座っていた。よ。え？突然聞こえた声に慌てて周囲を見渡す。誰もいない。今家にいるのは私一人だし、家の前を通る人影も隣家の人影もない。あるのは私と一匹のアマガエル。よ。言葉に合わせ、口をパクパクと開くアマガエル。嘘。声は、カエルから聞こえた。動悸が一気に激しくなるのを感じながらも、私は一瞬首をかしげた。どこか気になる点があったのだ。声だ。聞き覚えのある懐かしい声。いや、まあ、驚くのは無理ないよな。カエルが喋るとかまずありえないし、いきなりそれを信じろとかも言えないしな。実は俺、お兄ちゃんでしょ？そうだけど、いや、なんでわかったん？ていうか、反応薄くない？いや、だってそんな回りくどい喋り方するのお兄ちゃんくらいしかいないし、あと声でわかるし。うわ、今時の JK、反応薄。なんか、こうもっと驚くとかあるだろ。カエルだぞ、カエル。いや、見ればわかるし、カエル強調されても困るし。うわ、今時の JK テンション低。怖いわ。カエルが兄の声でわめいている。なぜ私はこんなに落ち着いているのだろう。ありえない状況、想像だにしない出来事なのに、なぜかそれを受け入れている私。だがそれは、私とこの兄との関係に原因があるのかもしれない。兄は2年前、交通事故で亡くなった。学校ではいじめられっ子で、不登校で、引きこもりだった兄。ある日ようやく学校へと向かうも、こんな梅雨の雨の日に、交通事故にあって亡くなってしまった。あ、何？もしかしてもうすぐ自分の二周忌だから出てきたとか、そういうベタな話なわけ？ベータ言うな。最近の JK 本当に冷めてて怖いわ。兄ちゃん本当に悲しいわ。カエルのくせに兄貴ぶるなし。うっせえ。私が一言発すると同時にカエルは拗ねたようにぴょんとその場から飛び跳ね、どこかへと行ってしまった。何だったの？今の。しばらくその場で待ってみたが、兄の声で喋るカエルはもうその場に姿を現さなかった。シャワーを浴び部屋に戻った後、このことを誰かに話そうか迷ったが、やめておいた。頭のおかしな奴だと笑われるのがオチだからだ。それでもやはり兄のことが気になった。なぜ突然現れたのか、なぜカエルなのか。次の日も、私は家に帰り着くとすぐに庭の様子を伺いに行った。あれはただの幻だったんじゃないか。まだ疑う余地はあると。が、私の予想を覆すように、
昨日のカエルはあのアジサイの上にさも当たり前のように鎮座していた。よ、よ。私を見るなり、唐突に喋り出すカエル。もとい、兄。よ。軽く返事を返す。何かもう、いちいち驚くのも尺に触る。長い沈黙が続いたが、お互いにどちらからともなく、くだらない話を始め、終始たわいもない話だけをした。なんで、どうして、といった質問は、なぜかできなかった。次の日も、そのまた次の日も、私と変え、兄は、どうでもいい思い出話に花を咲かせた。そんなある日のこと。なあ、覚えてるか。私が縁側で首をかしげると、兄はこちらを二三度見て、再び口を開いた。俺がその、死んだ日。覚えてるよ。忘れるわけないじゃん。すべての明かりが消えた、そんな真っ暗な日だったと記憶している。父も、母も、そして私も、家族全員が無気力に、そして無感情になるまで泣き疲れていた、あの日の出来事。ごめんな。俺、ドジでさ。道端にカエル見つけてさ、お前惹かれるぞって思って捕まえて逃がしてやろうとしたら、後ろから車来ちゃって。は？それで車にはねられたの？バカじゃないの？本当にバカだ。一瞬だがあの日流した涙を返してほしいとさえ思った。バカなのは知ってるよ。そりゃお前は頭いいしさ、顔もいいし、友達も多いし。お前と比べて、俺なんかその、バカで引きこもりだしさ。何自分で言って自分で落ち込んでんのよ。頭をもたげるようにするカエルの仕草がどことなく可愛い。思わず指で、つっつきたくなる。うっせえな。ともかくだ。お前が俺なんかよりよくできた妹で、何の心配もいらないってのは、わかってるんだけどさ。一応、兄としては、気になるんだよ、その、妹の、ことが。何がよ。何の心配よ。やめて。何のって。言わないで、お兄ちゃん。兄が何を言おうとしているのか、それはある程度予想がついていた。いや、そもそもそれが嫌で、今日までたわいもない話で、はぐらかしてきたのかもしれない。お前のせいじゃないって、ことだよ。その瞬間、兄のその一言で、私は遠い過去に封じ込めた記憶が頭の隅々まで駆け巡るのを感じた。こらえきれずに目に熱いものがこみ上げてくる。視界がにじみうつむくと、寮の膝にポツポツと大きな雫が落ちた。何がよ。私のせいじゃない。あれは私のせいなの。私のせいで、お兄ちゃんは。続く言葉が出ない。出そうとしても喉が焼き切れるように熱く感じて、うまく話せない。あの日、私は兄に言った。
そんなんだから、いじめられるんだよ。ママもパパも、私だって、みんな困って、みんな悩んでるんだからね。いい加減にしてよ、お兄ちゃん。あれは、そう。こんな憂鬱な梅雨の日だった。機嫌が悪く、私は朝登校前にそう言って、兄に八つ当たりしてしまったのだ。兄はその後昼頃になってから、突然母に学校へ行くと言って、以来帰らぬ人となってしまった。私のせいなんだよ。お兄ちゃん。救いようのない、馬鹿で浅はかな私の言葉が、兄を傷つけ、そして死に追いやったのだ。え？ピトリ、と、膝に何か柔らかい感触がした。両手で覆う指の隙間から、わずかに膝に視線を移すと、そこにはカエル。もとい兄の姿があった。顔を上げ、私の顔を覗き込むようにしてこちらを見ている。いいか、よく聞け。本当にお前のせいじゃないんだ。兄の慰めの言葉が耳障りな雨音とともに響く。聞きたくなかった。聞きたく？聞け。頼むから聞いてくれ。口をパクパクと開く兄。水かきのついた両手を必死にバタバタとさせている。あの日、確かにお前に言われて俺は落ち込んだんだよ。でも、母さんから聞かされたんだ。ママから？ああ、お前が来年、うちの高校受けるって。同じ高校なら、そばで俺のこと守ってやれるからって、母さんにお前がそう言ったんだって聞かされてさ。それは、兄のことで悩み落ち込んでいた母に、私がかけた言葉だ。俺さ、それ、母さんに聞かされてさ、いても立ってもいられなくて、お前に、少しでも恥かかせないようにって、少しずつでも学校に行こうって思えてさ。お兄ちゃん。だから、なんていうか、お前のせいじゃないんだよ。あれは俺の意志だ。俺の意志で学校へ行ったんだ。まあ、最後の投稿になっちゃったけどな。母じゃないよ、バカ兄貴。ああ、うん。そうだな、面目ない。カエルの小さな手が大きな自分の頭をスリスリと描いている。さてと、ぼちぼち行くかな。え、行くって、お兄ちゃん。雨、やんじゃうからな。膝に乗っていた兄はそう言い残すと、くるりと方向転換し、そのままアジサイのある花壇へと飛び跳ねた。お兄ちゃん！慌ててアジサイに駆け寄り、花壇を見回すが、カエルの姿はもうどこにもない。お兄ちゃん。降りしきる雨。着衣に染みた雨水が全身に伝わり、わずかな重みを感じる。梅雨は嫌いだ。こんな悲しい雨も。頬を伝う雫が雨水となって流れ落ちていく。すべてを洗い流してくれれば楽なのに。そう思いながら締め付けられそうな心臓を両手でぎゅっと押し込めた。その夜、テレビで気象予報士が全国的に梅雨明けだと明快なトークで報じた。
あの日以来、兄は、カエルは、姿を現さなかった。そしてあれから一年、高校三年生になった私は、ある日微妙な天気予報の数値を当てにし、見事に裏切られ、ずぶ濡れのまま家路へと着いた。部屋干しにしていたタオルをつかむと、前にもこんなことがあったなぁと思いながら、肩まである黒髪を吹き流す。庭へと通じる窓を開け、縁側に腰を下ろした。街を包む静寂な雨。人の声も、車の音さえも、今はただ、降りしきる雨音がすべてを塗りつぶしているようだった。私は、梅雨が嫌いだ。憂鬱な気持ちになるから。ふとアジサイに目をやると、一匹のアマガエルが目に留まった。カエルがのそりとこちらに振り向く。よく、降るね。聞き覚えのある声。そう、だね。私は驚きもせずなぜかそう返事を返し、思わず苦笑いをこぼした。梅雨は嫌う。もう、大丈夫。どちらか、一つ。以前、飛騨高山南部にある乗鞍岳に、登山旅行に出かけた時に体験した話だ。登山を開始して3時間ほど経った時のこと。俺はちょうどいい平らな岩を見つけ、少し休憩をとることにした。バックパックを下ろし、中から水筒を手に取ると、それを口に運び、中身を軽く流し込む。生き返る。ふう、と息をついてそう思っていると、置いてけ、置いてけ。その包みにある握り飯、どちらか一つ、置いてけ。どこからともなく、地の底から這い出るような奇妙な音が響く。少し生暖かな風が、俺の横っ面をゆるりと泣いでいく。ごくりと、喉が鳴った。なんだ。誰だ。なぜ俺のバックパックの中におにぎりが2個入っているのを知っている。置いてけ。握り飯。どちらか一つ。目の前から聞こえた。一瞬視界の先がぼやける。目をこすりながら、なんだと、もう一度目の前に目を凝らす。何かが不自然に揺らめく。巨大な何か。ヒグマぐらいの大きさをしたほぼ透明のそれは、周囲の景色に半ば溶け込んだ形で揺らめいていた。いる。目の前に、巨大な何かが。そいつが動くたびに目の前の景色が不意に歪む。突然、あたりに臭気が立ち込める。なんだ、この匂いは。ただの獣臭ではない。それをさらに腐らせた深い極まる匂い。思わず顔をしかめていると、置いてけ。またもや、そいつから声が聞こえた。俺は恐ろしくなり、バックパックから急いでおにぎりを取り出し、そいつに投げてよこした。するとおにぎりはスーッと宙に浮くと、突如何もない空間から巨大な串がぐわっと現れ、
浮いていたおにぎりをガバッと丸飲みにしてしまった。1メートル近くはありそうな獣のような大きな口。化け物だ。冷たい汗が額を伝っていく。目がチカチカしだした。歯の根が合わず、ガチガチと鳴り出す。震えが止まらない。心臓がバクバクとなり、内側から激しく胸を叩く。置いてけ。置いてけ。包みの中の果物二つ。どちらか一つ。置いてけ。また聞こえた。今度は果物。確かにバックパックの中にはバナナが二房入っている。ここにいちゃダメだ。逃げなきゃ。そう思った瞬間、俺はバックからバナナを一つ取ると、それを思いっきり遠くに投げ、投げた方向とは逆の方向に向かって一気に走り出した。無我夢中。山間を転がり落ちるように駆け下りた。草木が肌に食い込み、引っかき傷ができた。衣服が引っかかり、ビリビリと音を立て破けた。それでも、お構いなしに走る。するとまた、置いてけ。置いてけ。今度は耳元で聞こえた。俺は、うわぁ！叫び声を上げていた。瞬間、体が宙に浮いていた。崖だった。正確には浮いたのではない。俺は足を踏み外し、そこから10メートルはある高さから真下にある川へと大きくダイブしていた。川に飛び込むのと同時に激痛が走り、俺はそのまま意識を失った。気がつくと、俺はとある病院先のベッドに寝かされていた。あの恐怖の時より丸一日経過していたのだ。川へと飛び込んだ俺は、下流へとほんの少し流された先で地元民に発見され、救急車でこの病院に担ぎ込まれたそうだ。意識を取り戻した俺の右耳は、何か鋭利なものに切り取られたかのように、なくなっていた。崖から落ちた際に、何かに引っ掛けたのだろうと医者は言っていた。が、俺を最初に発見してくれた地元民の人が後から病室にやってきて、何やら変なことを話していった。今年は山の災害が相次いで、山神様のお供えがおろそかになっていた。あんたにはすまんことをした。本当にすまんかった。そう言うと、その人は俺がお礼を言う間もなく、押し黙ったまま病室をすぐに出て行ってしまった。一体何を言いたかったのだろうか。俺には理解できないまま、あれから数年が経ち、亡くなってしまった古傷の右耳を見るたびに、今でもこれだけは思う。俺を襲ったあいつは、あの時多分、こう言ったのだろう。置いてけ、置いてけ。お前の耳、どちらか一つ。置いていけ、と。崖上の釣り人。先週とある山を登った時の話です。登山を開始して、ようやく山の中腹に差し掛かった時のこと。さーて、釣るか。突然聞こえた、間延びしたしわがれ声。
小川で誰か釣りでもしているのかと思ったが、この近くに川なんてないことを思い出し、気になってあたりを見渡した。すると少し開けた先の崖っぷちに、小汚い格好をしたじいさんが、木の釣り竿を崖に垂らしているのを発見した。が、そのいでたちは、明らかにおかしかった。なぜ川ではなく、崖に釣り糸を垂らしているのか。そしてなぜ、こんな山の中腹に。地元民、以前にもこの山には登ったことがあるが、この辺りに民家はないはず。あるとしても山のふもとあたり、ここから軽く歩いて2時間くらいかかる場所だ。格好からしても登山客でないのは確か。想像すればするほど、不気味に思えてきた私はその場をすぐ立ち去ることに決めた。急いでキビスを返し、今夜泊まる予定の山小屋を目指そうと歩き始めたその時だった。と、地の底からうなるような声が突如あたりに響いた。周囲の木々が一斉にざわめき、鳥たちが鳴き散らすようにして飛び立っていく。が、すぐにまた、静寂があたりを支配する。なんだ、今のは。額に油汗をにじませ、静まり返る森に耳を澄ませていると。釣れた、釣れた。はははは。おうおう、未練たっぷりじゃの。無念じゃ、無念じゃ。はははは。さっきのしわがれた声、崖があった方からだ。なんだか一気に寒くなり、私は身震いしながら、急ぎ足でその場を去った。その日宿泊した山小屋で、夜一杯やっていた時のこと。同じ山小屋に宿泊していた中年の男性登山客から、こんな話を聞いた。ここに来る途中、山の中腹に開けた崖があっただろう。あそこな、自殺の名所になっているそうだぞ。そしてこうも言っていた。前日に自殺者が出ると、よくあそこで釣りをしている老人が、登山客に何度か目撃されているらしい。あの老人は、一体何を釣り上げていたのだろうか。それを知る勇気は、今の私には、ない。龍神様と雨。僕は小学校5年生の頃、肺を患い、祖父の住む土田舎で2年ほど暮らしたことがある。これはそこで起きた不思議な話だ。家の近くに遊び場はなく、また病気のせいであまり外で遊ばせてくれなかった祖父だが、1週間のうち水曜日と土曜日は寄り合いか何かでいつも帰りが遅く、僕はそれを見計らってよく家を抜け出していた。遊びに行く場所は決まっていた。山の入り口に少し入った場所に綺麗な川辺がある。そこには小さなお堂のようなものがあって、そこが僕らの遊び場になっていた。そう、僕らだ。実は以前、興味本位でそのお堂を見に行った時に、一人の着物を着た少女と出会ったのだ。歳は同い年で、僕らは妙に気があったのか、それ以来水曜日と土曜日は、欠かさずここに来て一緒に遊んでいた。山遊びに慣れていたのか、少女は僕にいろんな遊びを教えてくれた。サバガニ取りに昆虫探し、山で採れる美味しい果物なんかを二人で探したり、本当に
退屈しない毎日だった。はい、飴。僕はそう言ってから、缶に入った飴玉を少女に手渡した。メロン、ぶどうに、みかん味。たくさんの種類の飴が入っていたが、なぜか少女はその中にあるハッカ飴を好んで食べた。僕としては大助かり。ハッカの味はどうも苦手だ。ありがとう。少女は嬉しそうに飴を頬張ると、美味しそうに目を細めた。なあ、S はずっとここで暮らすのか？少女が何気に聞いてきた。なんでそんなことを聞くの？不思議に思い、少女に聞き返す。だって、いなくなったら寂しいやん。はにかみ、照れ笑いを浮かべる少女にそう言われ、僕は顔を真っ赤にしてしまい、それ以上何も答えられなくなってしまった。その日は一旦川で遊んでから、僕は夕暮れ時になって家に帰宅した。次の約束の日も、そのまた次の日も、僕らはたくさん一緒に遊んだ。夏から秋、秋から冬、冬から春へと、季節が変わるにつれ遊び方も様々だ。本当に毎日が新鮮だった。そんなある日のこと、僕は遊び疲れたのか夕飯を済ませ、早々と布団の中で休んでいた。が、2時間ほどして目が覚めてしまい、そのまま暗い部屋の中、ぼーっと天井を眺めていた。S は、やっぱり手術せないかんらしい。来週あたり、向こうに迎えに来てもらおう。祖父の声だ。手術？誰が？僕が。どうやら僕の体は思っていたより悪いらしく、父と母がいる都会に戻って手術を受けなければならないらしい。それを聞いて、なんだか僕は急に胸が苦しくなった。少女の顔が脳裏に浮かび、不意に目頭が熱くなる。その日は悶々とした気持ちのまま、僕は深い眠りに落ちた。木曜日。約束の土曜日まで僕は待てなかった。雨が土砂降りのように降っていたけど、そんなのはお構いなしに僕は家を抜け出し、傘を持っていつもの場所へと向かった。会えるかどうかはわからない。それでも今行かなきゃ、もう会えなくなるかもしれない。それは、絶対に嫌だ。それだけは。やがていつもの川辺にたどり着く。雨のせいで水かさが増しているのか、川の様子がいつもと違っていた。土色に濁った水が、ゴーゴーと恐ろしい音を立てて川を下っている。僕はふとお堂の方を見た。こんなところにあって大丈夫だろうか。川に流されたりしないだろうか。なんてことを思っていると。S？ 信じられないことに、お堂の裏から少女が顔を出したのだ。なんで、今日は約束の日じゃないのに。僕がそう聞くと、少女はお堂の裏から姿を現した。S の声が聞こえた気がした。少女の言葉に僕は少し照れながらもほっとした。だがそんな明るい僕に対し、少女の次の言葉は
暗いものだった。でも、今日は、ダメや。帰らんと。え、なんで？せっかくここまで来たのに。ごめん。お父様が、怒ってん。ここも危ないかもしれん。お父様？そう言って、僕は首をひねってみせた。そういえば、僕は少女について何も知らない。名前も聞かないままだし、どこに住んでいるかもわからない。親が何をしているかなんて聞いたこともなかった。お父様が怒っている。それでなんでここが危ないんだろう。そう考えていた時だった。ドバン！川の音が一変した。何かが爆発したかのように水しぶきがあたり一面に上がった。瞬間少女が叫んだ。エス、逃げて！それと同時だった。川上から土砂が混じった巨大な水が一気に流れ込んできた。氾濫した川は周囲の木々をなぎ倒し、一気にお堂とともに僕らを飲み込んでいく。口の中に大量の水が流れ込み、瞬く間に息ができなくなった。手足をバタつかせ、必死に抵抗を試みるが、何もかもが無駄な抵抗だった。やばい。それほど水の力は凄まじく、僕の体は人形のように流されてしまった。死ぬのかな。意識が遠のく感じがした。あの子は。頭の中で必死に少女の顔を思い出し、助けなきゃと願った。すると、あれ？なんだ？突然、嘘みたいに体が軽くなった。水の抵抗がなくなり、さっきまでの息苦しさがみじんもなくなったのだ。しかも体が宙に浮いている。いや、正確には浮いているのではなく、何かに下から押されるようにして浮上している。足元を見た。なんだ、これ。ぬるぬるとした感触。鱗のような皮膚。巨大な、蛇。一瞬そう思い恐怖しそうになったが、次の瞬間、僕の頭の中に直接語りかけるような声が響いた。聞き覚えのある声。少女の声だ。S、ごめんな。本当に、ごめんな。間違いない、少女の声だ。僕はその声を聞き、妙に安心してしまったのか、急激な睡魔に襲われた。ゆっくり、休んで。S は絶対に私が守ってやるから。少女の心地よい声が頭の中に響いた。それだけで何か嬉しくなり、僕はそのまま誘われるように目を閉じた。気がつくと僕は家の布団に寝かされていた。布団の横には泣き出しそうな祖父と祖母がいて、目を開けた僕は祖父たちに力強く抱きしめられた。あの日、家を抜け出した僕を雨の中たくさんの村の人たちが探し回ったそうだ。何か知らせがあったらと、家には祖母だけが留守番をしていたらしい。そこへ一人の着物を着た少女が現れたらしい。ぐったりとした僕と共に。慌てていた祖母は僕を抱えすぐに布団へと運んだ。でもすぐにハッとして庭に目をやったが、そこにはもう
少女の姿はなかったという。あれから何日かが経ったある日の晩、夜中に熱でうなされた僕は、ふっと目を覚ました。朦朧とする意識の中、暗闇に目を凝らす。おばあちゃん。ふと、部屋の隅に人影のようなものを見て、思わず声をかけた。が、返事はない。代わりにしばらくしてから、S、大丈夫か?と、声をかけられた。この声には聞き覚えがある。混濁した意識が、スーッと晴れていくような感じがした。そう、少女の声だ。どうしたの?なんでここに?それより、そうだ。元気なんだね。よかった。本当によかった。それと、助けてくれてありがとう。うん、ええよ。S のためやもん。それより、S。何?僕は少し照れながら返事を返す。うち、もう山には住めんくなった。多分もう、一緒に遊べんと思う。少女の悲しい声、胸が締め付けられそうになった。別れは覚悟していた。母親たちの住む家に帰らなきゃいけない。もうすぐここを出て行かなければいけない。だけどそれを口にする勇気が僕にはなかったからだ。それを少女の口から言われたことが僕にはすごくショックだった。思わず泣きそうになり、ごまかそうと布団を目深くかぶった。S は、うちと一緒にいたい。少女の質問に、僕は泣くのを必死にこらえながら答えた。当たり前だよ。ずっと一緒にいたいよ。ダメだ。我慢できそうにない。そう思った瞬間、僕の両目からは熱いものがこみ上げていた。そっか。一緒にいてもいいんや。うち、やきもち焼きよ。え?突然の言葉に、僕は思わず涙を拭いて、布団から体を起こした。何が?ずっと、そばにいても、いいよね。少女の懇願するような声に、僕は思わず、うん。と、大きくうなずいてみせた。うん。と、大きくうなずいてみせた。すると少女が僕のそばに歩み寄り、そばで腰を下ろすと、僕の背中に両の手を伸ばし、抱きつくようにしてから、僕のおでこに自分のおでこをくっつけてきた。かなり恥ずかしかった。が、それよりも何よりも心地よかった。あれだけの熱にうなされていたのが、嘘みたいに引いていくのが、自分でもわかった。大切にしてな。約束やからな。少女が囁くように言った瞬間、僕はまたあの水の中で感じた深い眠りに襲われた。どこまでも深い水の底に沈んでいくかのように。でもそこに不安は感じなかった。横には少女がいて、少しはにかみながら僕の手を握っていてくれていたからだ。僕はその手を握り返し、
そのまま深い水の底へと、どこまでも沈んでいった。次に目を覚ましたとき、僕の体は嘘みたいに軽くなっていた。熱も下がり、健康そのものだった。それにもっとすごいことが起こった。病院で検査を受けた結果、僕の肺は至って良好と診断され、これからは病院に通う必要はないと医者に言われたのだ。みんなすごく喜んでいた。僕も嬉しくなり、少女に報告しようと、あのお堂の場所へと向かった。だが、そこで少女と出会うことはなかった。お堂のあった場所は土砂で埋め尽くされており、子供の僕ではどうしようもない状況だった。結局、祖父の家から母親たちの待つ実家に戻る日まで、少女と出会うことはできないまま、僕は帰省することになった。あれから数年が経ち、僕は中学2年生となった。たくさんの友達もでき、病気や怪我もなく毎日を過ごしていた。ただ、一つ気になることがあった。僕は相も変わらず飴の入った缶を買うのだが、なぜか僕の嫌いな発火の飴だけがいつも入っていないのだ。いや、正確には入っていないのではなく、いつの間にやらなくなっているようだった。あれ？どうした、S？ 僕の声に友人の Y が聞いてきた。いや、また発火がなくなってる。そう言って僕は顔を近づけ、缶の中を見回す。発火って、あの飴の？知らないうちに食ったんじゃね？いや、僕、発火は嫌いなんだけど。言ってから頭をひねり考えていると。おい、S！ 見てみろよ。突然 Y に腕をつかまれ揺すられた。何？あれ、すっげえ美人。Y がそう言ってから前方に目をやった。つられて視線をそっちに移す。そこには、塀にもたれかかるようにして立ち尽くす和服の女性の姿があった。銀色に輝くような綺麗な長い髪に、怪しくも美しい瞳。僕らは吸い込まれそうになりながらも、ふらふらとその女性の前を通り過ぎた。女の人に見とれて歩くなんて、生まれて初めてのことだった。通り過ぎた後だというのに、心臓がまだバクバクなっている。が、次の瞬間。大切にしろよ。約束。だからな。え？耳元で確かにそう聞こえた。女の声でわずかに微笑する声ではっきりと。はっとして振り返る。がそこに女性の姿はもうなかった。約束。この後、僕の身の回りでたびたび変なことが起こるようになったのだが、その話はまたどこかで。その家にいる何か。これは私こと K が東北に住む学生時代の後輩の S から聞いた話だ。S が知人の不動産屋から中古物件を安く購入したらしく、お祝いがてらにと飲み屋で S と一緒に飲んでいたとき、ふと S が浮かない顔で私に話してきた。K さん、
座敷わらしって、知ってますか？おいおい、唐突だな。あれだろ？子供の姿をした妖怪で、住み着いた家に富をもたらす、みたいな。確か、岩手の方で有名な妖怪だったっけ？そうそう、それです。いや、実は。なーに、もしかしてそれ系の話？え、あ、実は、はい。よければ、聞いてもらえます。もちろん。そう言って私はグラス片手に、後輩 S の話に耳を傾けた。新居に引っ越して、ようやく落ち着いた頃でした。ある休みの日、家族で買い物に行こうってことになったんですけど、連日の引っ越しの片付けと、溜まった仕事の処理でバテていた僕は、買い物には行かず、一人留守番をすることにしたんです。買い物には嫁と娘の二人だけで行ってもらって、僕は自分の部屋で座布団を枕代わりにして横になってました。よほど疲れていたのか、気がつくと僕は夕方までぐっすりと寝込んでいました。カーテンから差し込む夕日が眩しく感じて、僕はのろのろと起き上がりました。大きく伸びをして、あくびをしながら部屋の置き時計に目をやった時のことです。たたたたたたた。急に廊下から足音がしたんです。なんだろうと思い、すぐに入り口の襖に目をやりました。すると襖はガラッと勢いよく開いて、買い物に行っていた娘が入ってきたんです。お帰り。と、僕が娘に言うと、娘は返事もせず、今しがた開いた襖を勢いよく閉じたんです。不思議に思った僕は、何事かと娘に尋ねました。すると娘は、怖いのが来る。え？突然娘がわけのわからないことを言ってきたんです。しかも閉じた襖を思いっきり固定するかのように自分の体を襖に密着させて襖が開かないようにしてたんです。一体どうしたんだ？そう思った時でした。ただいま。声は玄関からで嫁の声でした。僕はなるほどと思い、娘を見ました。要は、あれです。子供がよくやるようないたずら。かくれんぼというか、部屋に入れてあげない、みたいな。僕は娘の必死な顔を見て、それがなんだかおかしくなり、その悪ふざけに付き合うことにしたんです。あなた、起きてる？嫁の足音が部屋にだんだんと近づき、やがて襖の前で足音は止みました。ぎっと、襖から音が鳴りました。嫁が襖に手をかけ、横に引こうとしたのでしょう。しかし襖は僕と娘とでしっかりと閉じられていたため、そう簡単には開きません。何？何か突っかえてるの？嫁の不満そうな声に娘が、ダメ！入ってこないで！と、強く言い放ちました。そうだ！入ってくるな！娘に続くように、僕はふざけた口調でそう言いました。すると、お母さんじゃない！来るな、化け物！娘の怒鳴るような声。さすがに化け物は言い過ぎだと思い、僕は娘の肩に手をやり、こら、言い過ぎだぞ！と声をかけたんです。しかし娘は、ダメ！こいつ、お母さんじゃない！え？
娘のあまりに真剣な表情、そしてその声に、思わず僕は娘の肩から手を離してしまいました。部屋に入れたら大変なことになる。こいつはお母さんじゃない。偽物だから信じちゃダメ。畳みかけるように言ってくる娘に僕は困惑してしまい、だんだんと襖の向こうにいるはずの嫁に、言い知れぬ不安のようなものを感じ始めたんです。お母さんじゃないって、じゃあ何なんだ？僕がそう言うと、娘は、化け物！今にも泣きそうな娘はそう叫ぶと、襖をさらに強く押さえつけたんです。すると、ドン！と、家が大きく揺れるような大きな音が響いたんです。地震かと一瞬思いましたが、僕はこの一連のことに、地震じゃない。おそらくもっと別の何かだと確信しました。よくはわかりません。ただ、何かがおかしいのです。いつもの家、いつもの家族、それらが全く異質の、そう、どこか別次元に迷い込んだかのような錯覚に陥りそうになった時でした。ただいま。え？玄関のドアが開き、家の中へ響いてきた声。それは、娘の声でした。慣れ親しんだ、いつもの、娘の声。でも、いや、じゃあ、今ここにいる娘は、一体。考えるより先に、僕の心臓は恐怖で凍りつきそうになっていました。うつむく娘の顔が、ゆっくりと僕を見上げるように、頭だけが動きました。娘の顔ではありません。能面のような顔。一切の感情を捨てたような青白い顔が、僕をじっと見ていました。瞬間僕の体は、襖に寄りかかるように崩れ落ちました。いつの間にか娘だったはずのその姿は、僕の知っている娘の姿ではありませんでした。古びた着物姿をした、おかっぱ頭の幼い女の子。それが口元だけをにやりと歪め、僕を見下ろしていました。そして、子供の口が大きく開き、いびつな笑い声が響き渡りました。うわぁ！僕はその笑い声に耐えられず、反射的に叫び声を上げていました。が、それと同時に、僕の耳元に廊下から走ってくる足音が響いてきました。振り向くと襖が勢いよく開かれ、嫁が姿を現したんです。その瞬間、体中の力がスーッと抜け落ち、意識が一瞬で遠のくのを感じました。あとのことは、よく覚えていません。ただその時のことを後に嫁に話しても、疲れて夢でも見たのだと笑われるばかりです。S は軽くため息をつきながら、そう言って苦笑いを見せた。ひょっとしてあれ、座敷わらしだったんじゃないかって今では思ってましてね。その姿や格好からよく耳にする姿と同じですし、いや、そうだったらいいなって。話を続ける S。しかし私はそんな S にある疑問を浮かべていた。話を聞いていて、
当たり前のように浮かんだ疑問だ。なあ、S。はい？襖の前にいた嫁さんは、一体誰だったんだ？え？おい、嫁は、嫁ですけど。いや、S の話を聞いてたらさ、最後に廊下を走ってくる足音の主は、嫁さんだったんだろう。だったら最初から襖の前にいた嫁さんは、一体誰だったんだ？あ。S は短く言葉をこぼすと、それっきり何も言わずに黙り込んでしまった。突然の声に振り向くと、店の女性店員が私たちのいる座敷の前に申し訳なさそうにして立っていた。ラストオーダーにはまだ早い時間だ。先ほどから、外でご家族の方がお待ちのようですよ。家族？ええ、外で待たれていたので、お声をおかけしたら、こちらのお客さんの連れだとか、中にお入りくださいと言ったんですけど、外で待ちますからと言われまして。S、お前嫁さんが迎えに来てるらしいぞ。私が S にそう声をかけると、S は何かに驚いたかのようにびくりと肩を震わせ、突然立ち上がり、食い入るように女性店員に詰め寄った。子供はいましたか？女の子。変なこと聞くやつだなと私が思っていると、女性店員は S に気をされながらも、どこかいぶかしげな顔でこう答えた。え、はい。女の子も一緒でした。着物姿の。貴船。これは漁師だった俺のじいちゃんの話。俺がまだ中学一年生の頃だ。俺にとって漁に出るじいちゃんの姿は憧れであり、将来の夢でもあった。とても70歳には見えない日に焼けた引き締まった体に、無地のシャツにジャージ姿。家の玄関で黒の長靴を履きながら、のぶとい威勢のいい声で。行ってくる。今日もきっと大漁だ。はっはっはと豪快に笑いながら家を出ていくじいちゃん。何度か港まで見送りに行ったが、親父とじいちゃんは俺を漁師にはしたくないらしく、船には一度も乗せてはくれなかった。それでも船に乗り込むじいちゃんの姿は、その頃の俺にはとても眩しく見えたものだ。そんなある日、俺の地元を巨大な津波が襲った。後に南西沖地震と呼ばれ、地震による被害はかなりのもので、津波の被害だけでも約142名が命を落としたと言われている。その日じいちゃんは一人で海に出ていた。いつもなら親父と一緒に出るのだが、その日は海もしけており、じいちゃんは親父が止めるのも聞かずに、仕掛けた網の様子を見に、船で海に一人出て行ってしまったのだ。出かける前、じいちゃんは俺に、こんな日は意外と大物はかかるからな。たかし、じいちゃん大物釣って帰るからな。そう言って約束してくれた。けれど、その日じいちゃんは家に帰ってくることはなかった。幸いにも家は高台にあったため、家にいた家族は津波の被害を免れた。余震や第二の津波被害を避けるため、俺たち家族が避難した日から数日が経ったある日、ようやく家に帰ることが許可され、俺たち家族は我が家へと戻った。
もしかしたらじいちゃんが俺たちより先に家に戻っているかもしれない。いても立ってもいられず、俺は一人足早に家に戻った。が、そんな思いも虚しく、数日間誰もいなかった家は、まるで時が止まっていたかのように、シーンと静まり返っていた。家中をくまなく走り回り、じいちゃんの名前を呼んだ。じいちゃん、いるんでしょ？隠れてないで。ほら、みんな無事だったよ。だからじいちゃんも顔見せて。閉じられた襖を乱暴に開け放ちながら言うと、じいちゃんの部屋に俺の声だけが虚しく反響した。カビ臭い匂いと散り積もった埃が舞い上がり、まるで俺に来るなと降りかかる。それでも叫び続ける俺を親父が泣きながら、もういい、もういいんや。そう言いながら強く抱きしめられたのを今でも覚えている。それからも俺はじいちゃんの帰りを待ち続けた。口に出せば周りが悲しむのを理解していた俺は、部屋で一人泣きながらじいちゃんの帰りを待った。遺体のないじいちゃんの葬式が行われたのは、それから三ヶ月も経った頃だった。泣き疲れた俺は葬儀が終わると、ろくに晩飯も食べずに布団の中へと潜り込んだ。どれくらい眠っていただろうか。不意に、おお、たかし。と、俺の名を呼ぶ声で目を覚ました。それは、とても聞き覚えのある声。寝起きだというのに、意識ははっきりしていた。暗闇の中耳を澄ませ、集中する。たかし、帰ったぞ。また聞こえた。外からだ。間違いない。この声、じいちゃんだ。俺は急いで階段を降りた。今では酔いつぶれた親父や親戚がいたが、早く確かめたいという強い思いもあり、起こさずに俺は気のみ気のまま外へ飛び出した。冷たい夜風にさらされながらも、俺の体は熱く蒸気していた。じいちゃんは生きている。あんなに強いじいちゃんがそう簡単に死ぬはずがない。明日になれば、葬式にやってきていた親戚連中が、きっと驚くだろうな、などと、頭の中で想像しながら、俺は嬉しくてたまらなかった。たかし、もう着くぞ。帰ったぞ。じいちゃんの、あののぶとい声が聞こえる。無我夢中で走った。やがて、うっすら霧がかった夜の港が見えてきた。街灯は地震の影響でつかなくなったけど、その日の月明かりはいつもよりかなり明るかった。俺はその月明かりを頼りに、いつもじいちゃんの船が泊まっている場所へと向かった。そこに、船は、あった。見間違えるはずもないじいちゃんの船だ。急いで駆け寄ると、船のへさき近くには人影が見えた。たかし、おお、たかし、元気しとったか。一瞬月が雲で隠れ、闇夜があたりを包んだ。だが、すぐに雲間から月が顔を出し、その人影を照らしてくれた。間違いない。いつもの無地のシャツ、ジャージ姿に黒い長靴。じいちゃんだ。じいちゃん、じいちゃんだよね。叫ぶように言いながら、俺はいつの間にか泣いていた。涙が止まらなかった。鼻の奥が痺れるように熱い涙が、咳を切ったかのように、俺のまぶたから溢れた。おお、たかし、
お前何泣いとんのや。泣いてなんかないよ。俺は服の袖で顔をゴシゴシと拭うと、思いっきり笑顔を見せた。変なやっちゃの。それよりほら、見てみ。仕掛けの様子見に行ったら、こんなに大量やったぞ。じいちゃんはそう言うと、大きなクーラーボックスから、これまた大きな魚を取り出してきた。スズキだ。80センチはある大物。その姿を見て、俺は興奮した。やっぱり、俺のじいちゃんはすごい。あの日の朝も、大物を持って帰るからなと約束してくれた。じいちゃんはちゃんと約束通り。約束通り。じいちゃんが漁に出て三ヶ月。あの日から三ヶ月が経つ。なのに目の前にいるじいちゃんはあの日の朝と何も変わらないままだ。あの津波があったというのに、船もあの日のままだ。じいちゃん、俺はぎゅっと両手を握りしめ、拳をわなわなと震わせた。そして歯を食いしばり、言いかけた言葉を飲み込む。俺は、ここ数ヶ月の自分の行動を思い返していた。じいちゃんに帰ってきてほしい。ただそれだけを毎日願った。でもそれはじいちゃんが帰らぬ人となったことを認めたくない、俺のわがままだった。いつまでもじいちゃんの死別から立ち直れずにいた、俺の妄想。じいちゃん、違うよ。約束と違うんだよ。もう、戻れないんだよ。俺はそう言うと、再び涙をこぼした。我慢しようとしてもしきれず、涙は次々と頬を伝って落ちてゆく。そうか。やっぱり、そうやったんか。え？じいちゃんの思わぬ言葉に、俺ははっと息を呑んだ。じいちゃんな、なんとなく、気づいてたんだ。でもな、海に一人ポツンとおったら、たかしの声が聞こえてな。そう言ってじいちゃんは軽く微笑んだ。俺の声。ああ、たかしが帰ってきてくれって、顔を見せてくれってな。じいちゃんはそこまで言うと、軽くため息をつきながら、自分の頭をかいてみせた。そうか、じいちゃんは俺が呼んだから、俺との約束を守りたかったから。お帰りと言いたかった。帰ってきてと叫びたかった。でも。じいちゃん、ごめんね。俺もう大丈夫だから。だから、言葉にならなかった。伝えたいこと、言いたいことがたくさんあった。でもそれをどう伝えたらいいのか、どう言えばいいのか、その時の俺にはどうすればいいのかわからなかった。するとじいちゃんは突然。たかし、お前は頭がいい。漁師なんか並んでいっぱい勉強しろ。いい学校行って、いい仕事について、早く父ちゃんたちを安心させてやれ。
いつもの、のぶとく威勢のいい声で豪快に笑いながら、じいちゃんは俺にそう言った。その瞬間、俺はそこに泣き崩れた。おえつをこぼしながら、大きな声で泣き叫んだ。やがて泣き疲れ、涙を拭きながら顔を上げると、そこにはもう、じいちゃんの姿も、船の姿もなかった。次の日、夜中に帰って眠りについた俺は、家族の騒がしい声で目を覚ました。寝起きの俺に、親父が慌てて駆け寄ってきてこう言った。じいちゃんの船が、港に戻ってきた。昨夜、俺が行ったあの港、そこにじいちゃんの船が漂着したとの知らせだった。船はかなり傷んでいて、いつ沈んでもおかしくない状態だったという。船室には、じいちゃんの遺体があった。不思議なことに、遺体は3ヶ月も経っていたというのに損傷もほとんどなく、笑っているような死に顔だったらしい。親父や周りの人たちは皆こう言っていた。じいちゃんは約束を守るために、ちゃんと家族の元に帰ってきたんだと。あれから十数年経つ。俺は約束通りたくさん勉強した。結婚して子供もできた。親父たちもこれで安心だと言ってくれるようになった。じいちゃんの約束は守ったよ。ああ、でも一つだけ、俺はじいちゃんとの約束を破ってしまった。でも怒らないでほしい。俺は今の仕事が本当に大好きなんだ。だから今日も大漁であるようにと、じいちゃんもあの世で祈っててほしい。じゃあ、行ってきます。俺は家の仏壇に手を合わせそう願うと、黒の長靴を履いて、港で待つじいちゃんの船へと向かった。